中村愛の馬玉。今週から6週連続の G1 サイン馬券で後輩と狙っちゃいますよ。ということでまずはじゃん、口に出したら当たらない中村愛のみんな大好きサイン馬券のコーナー、イエーイ、プシュー。今週もレースのサイン探していきますよ。今週はじゃん、テーマゴールデンウィーク、つまりゴールドにまつわる馬たちを探していきます。まずはじゃん、17番ゴールドアクター。そうなんです、もう名前に入っちゃってますから分かりやすい。あとは天皇賞と相性がいい、じゃん、ステイゴールド3区、2番トゥインクル、13番マイネルメダリスト。これぐらいでいいでしょうか。ということで今週はじゃん、17番ゴールドアクター、2番トゥインクル、13番マイネルメダリスト、この3頭で勝負です。馬券の買い方は3頭の馬連ボックスなんかでいかがでしょう。それでは競馬スピリッツの専門家の見解を聞いてみましょう。競馬スピリッツとは全国の競馬ファンに捧げる競馬情報サイト。競馬スピリッツで競馬の魅力と面白さをあなたにお伝えします。今週の馬スピ専門家は松本大吉さんです。大吉さん、大吉さんの見解はこちら。本命からフェイムゲーム、サウンズオブアース、北サンブラック、タンタアレグリアとなっています。昨年2着のフェイムゲームを本命にしました。3000メートル以上のレースは5戦して3着以内が4回と長距離適性もバッチリ。ボーマン騎手の手綱さばきにも注目です。2番手に菊花賞2着馬サウンズオブアース、ここ2戦悔しい競馬をしていますが実力は確か。3番手に北サンブラック、前々で粘り強い競馬ができるのでここは外せない一頭です。最後にタンタアレグリア、長い距離を中心に使われておりステイヤーとしての資質は高いと見ています。今回はワイドで勝負です、ということでした。大吉さんの天皇賞予想もぜひ参考にしてください。その他の馬スピ専門家の予想は競馬スピリッツ公式サイトで毎週末に更新。競馬スピリッツの誇る専門家は逆走競馬予想江戸川乱舞さん、21世紀を代表する血統評論家栗山元夢さんなど様々。競馬スピリッツが送るとっておきの情報は無料で提供中。あなたの競馬ライフのマストアイテムになることでしょう。以上、中村愛の馬玉でした。